アートン・フチョビッチは、ハンガリー・ニーレジ・ハーザ出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス31位、ダブルス189位。これまでに ATP ツアーで、シングルスで1勝を挙げている。身長188センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。5歳からテニスを始める。 ジュニア時代は2010年ウィンブルドン選手権男子、ジュニアシングルスで優勝している。四大大会ではなかなか予選を突破することができなかったが2016年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦でニコラス・アルマグロに1から6、4から6、6から7で敗れた。二千十八年全豪オープンでは二回戦で、第十三シードのサムクエリーを六から四 7から6、4から6、6から2で破る宿を上げ4回戦に進出した。4回戦では優勝した第2シードのロジャー・フェデラーに4から6、6から7、2から6で破れた。2018年5月のジュネーブオープンで初の ATP ツアー決勝に進出した。決勝でペーター・ゴヨフチクを6に6にで破り ATP ツアー初優勝を果たした。月に行われた ソフィアオープンで2回目の ATP ツアー決勝に進み、ダニール・メドベージェフに敗れたが、2019年3月4日付のランキングで世界ランキング31位のキャリアハイに達し、トップ40位入りを果たした。全豪オープンと全仏オープンで自身初のグランドスラム4回戦に進出。全米オープンでは3回戦に進出し、3つのグランドスラムで最高成績を残した。 3月、ロッテルダムオープンで ATP500 シリーズで初の決勝戦に進出。決勝ではアンドレール・ルブレフに敗れたが、世界ランキングトップ50位までに上昇した。ノーシードで挑んだウィンブルドンでは、グランドスラム初の準々決勝まで進出し、1回戦で第19シードのヤニック・シナー、2回戦ではイジー・ベセリー、3回戦で第9シードのディエゴ・シュワルツマン。 4回戦で、第5シードアンドレール・ブレフラを破ると同時に、トップ10選手2人から勝ち星を挙げた。準々決勝では、第1シードのノバク・ジョコビッチに敗れた。グランドスラムでベスト8入りしたことで、世界ランキング40位台に復帰した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。